アンマ。アンマとは、撫でる、押す、揉む、叩くなどの主義を用い、生体の持つ、向上性維持機能を反応させて、健康を増進させる、主義療法である。また、江戸時代から、アンマの史術を職業とする人のことを、アンマ、または、アンマさんと呼ぶ。アンマは、中国発祥の主義療法である。アマの案とは、抑えるという意味であり、まとは、 撫でるという意味である。アンマは、西洋発症のマッサージなどとともに、手技療法の一種にあたるが厳密には区別されている。アンマは、衣服の上から遠心性、心臓に近い方から遠い方に手術を行うのに、対し、マッサージは、急心性、指先から心臓に近い方に原則として、肌に対して直接手術を行う。 アンマとマッサージはそれぞれ発症となった地や治療方法は異なるが、東洋医学と西洋医学の長所を互いに取り入れた統合的なケア、統合治療が重要視されるようになっている。戦死時代に人々の生活において自然環境の中で生きていく上で様々な理由によって負傷して、痛、疼痛や死痛に苦しむことも少なくなかったと考えられる。そんな時に、 人々は自分あるいは仲間の幹部を手で撫でたり吸ったりすることによって外傷による痛を散らして腫れを引かせて痛みを和らげる効果があることを発見した。当時においてはこれも有効な外科治療の一環であり、これがアンマ術のルーツであると考えられる。世界最古の医学書である皇帝内教にはいくつかの部位にアンマの文字が書かれているが、具体的な手法については、 記載がない。動員案は中央より出ずとあり、この動員案があんまとする人がいるが誤りである。他にも、動員とは筋骨を揺るがし施設を動かすを言う案は皮肉を抑え案ずるを言うとは手足を早挙するを言うともあるように、これは現在でいう気候のことであり、あんまそのものを指す記述ではないと思われる。また、骨折、脱球の治療などの今日の外科。下下。 整形外科の分野に属する治療や包帯法などに関する分野も扱っていたと考えられている。中国においては、隋の時代にはアンマは独立した専門家として扱われるようになった。当時の医師たちは、アンマを外横島の大流を体内から除き、負傷によって体内に侵入することを防ぐ方法として内科か小児科を問わずに行われた。朝廷内でも、 アンマ博士、アンマ氏、アンマ勢が設置された。北宗以後においては、アンマの理論的な発展が見られ、宗主芸文史によれば、アンマの専門書が書かれたとす記事がある。ただし、現存せず。アキラ以後には医学における、アンマ行為を、特に、水田、水のとも称されるようになった。日本には、養老令において、東王朝を真似て、天役領に、アンマ博士、アンマ氏、 アンマ性を置いたとされる。この養老霊は、大宝霊と全く同様のものとされるため、少なくともその時代には、アンマが存在したと思われる。ただし、法成だけを掲示しただけで、実際に古代日本にアンマそのものが伝来したか、疑問視する見方もある。しかし、その当時のアンマと現在のものが、どのような類似性があるのかは不明である。ただ、同時代の文献によると、 当時のアンマには現在でいう法大法も含まれていたと考えられる。日本においてアンマが本格的に交流するのは江戸時代に入ってからである。宮脇中作、動員区結症や完成十一年、1799年、藤林資料博、アンマ手引き、文十年、千年、1827年、大田進む際、安福遣いなどより、アンマは体系付けられた。特に、 安福使いの中の家減動員三術では、下法動員の術に三術ありとして、解釈、理石、調魔というそれぞれ、重熱法、運動法、警察法の基礎になっている術が記載されている。安魔は視力を必要としないために、盲人の職業として普及した。安魔の流派には、江戸期の関東において、将軍、徳川綱吉の病を治したと伝えられている。 杉山ワイチを祖とする杉山隆安魔術と、吉田久志安を祖とする吉田隆安魔術が知られるようになる。杉山隆は祖である、杉山ワイチが盲目のハリーであったこともあり、盲目の流派として、これに対して、吉田隆は西岸の流派として知られた。一方、関西では、このような流派はない。森田万光によれば、長しのあ魔が小笛を吹きながら、 街中を歩き回って、街中を歩いた。京都、大阪では、夜だけ。江戸では、昼までも流す。小児のあんまは、上下門んで十四分。普通は上下で四十八分。店を持って、客を待つ即力と呼ばれるものは、固定客を持つ評判のものが多いために上下で百分が、相場であったという。ただし、足力は江戸のみで、京都、大阪には存在しない。 GHQ は、あんま、進灸は、非科学的であり、不潔だとして、あんま、進灸を禁止しようとした。これに対し、業界や、視覚障害者などは、約60日にわたる猛抗議を行った。その和解案として、あんまマッサージ施圧し、針し、休止等に関する法律が作られた。現代の各種法令では、流派を名乗ることは許されていないので、 コマーシャル的に意味がない状態である。あんまの基本主義は以下の七つに分類される。また、以下に基本主義の代表的主義を記載する。術師を幹部に密着させ、同一圧で同一速度で同一方向に遠心性で、なで、さする主義。作用としては、弱い警察法は、知覚神経の刺激による反射作用を起こし、爽快な感覚を起こさせる。 強い警察法の場合は循環系の流通を良くし、新陳代謝を盛んにし、また、陳性効果を期待する。警察という用語は新しく、明治初期の文献ではまだ確定されておらず、案、なで、摩擦などという用語が使われている。もともとは、マッサージ主義の一つである教察に対比する、マッサージ用語で、あんまの言葉ではない。したがって、 強殺という主義を持たない案まで使うべきかどうかは疑問である。術師を幹部へ密着させ、垂直に圧をかけ、その圧を抜かずに筋組織を動かす主義。作用としては、主として筋肉に作用を及ぼし、組織の新陳代謝を盛んにする。また腹部に行うときは、胃腸の全動機能を高め、便通を良くする。体の表面を、術者の種子で素早く打ち、 叩く方法である。力が深部に達するような叩き方は避け、関節を滑らかに動かして、弾力をつけて、左右の手で交互に叩くことが重要である。作用としては断続刺激がリズミカルに作用するので筋、神経の興奮性を高め、血行を良くし、機能を更新させる。圧がある頂点に達したら、それを減圧する方法である。圧を全蔵。 前言に施す。全臓、前言であるから急激に力を加えてはならない。作用としては機能の抑制である。神経痛などの痛みを沈め、痙攣を抑えるなどの効果がある。手術部へ、術師を密着させ術師を固定し、肘関節を少し屈曲し、前腕心筋屈筋、上腕心筋屈筋を同時に収縮させ、アイソメトリックを起こし振動させ、 その振動を幹部へ伝える。作用としては、細かい断続的刺激により神経、筋の興奮性を高め、また心よい感覚を覚えさせる。本来はあんまの主義ではなく、マッサージの主義と思われる。患者の関節を十分弛緩させ手術者がこれを動かす、方法である。各関節の運動方向及び生理的可動域に注意する。作用としては、 関節内の血行を良くし、関節活液の分泌を促し、関節運動を円滑にして、関節の拘縮などを予防する。中国の水画の手法に類似しているので、その影響もあるとみられる。江戸時代のハリー、杉山は一兼業が普及させたものとする人もいるが、文献的にも根拠はない。あんまし自体には、主義の安易さから研究を怠り医療行為というより、 疲労回復や、その気持ち良さを楽しむ、やんの目的で手術が行われていた。一方、アンマ術を復興しようとする一部の努力も素人の、真似できぬ、曲種、曲芸の曲に重きを置き、治病効果を薄れ刺す傾向を助長したため、政策的にも、盲人救済の社会的弁法に用いられるように、名は、あんまは、盲人の別名のような印象を世間に与えてしまい、 もはや本来の良術としての意義をほとんど失った状態で、現行、あんまに受け継がれている。一部の術者の熟練度を楽しむパフォーマンスとしての意味が強いと謳われている理由である。文献的には、安福真術あんま手引きに記載されているのみである。名称はマッサージであるが、その主義はあんまに近い。一般人がサービス内容を理解しやすい名称としてよく、 使われている。例としては、中国式足つぼや台湾式足つぼや英国式リフレクソロジーがある。しかしながら、アンママッサージ指圧史国家資格者で足つぼマッサージを制御とする者は、ほとんどいない。軽血、いわゆるつぼも足の裏には優先しか正確には存在しない。中国大陸では、秋酔い後、医療行為としてのアンマは、すいだ、すいなというようになった。 これは日本では中国生態と呼称しているものであり、現在の中国政府も公式な中医学の医療用語として水を採用している。現在、日本国内のアンマと中国大陸の水田は技法は似ているが、用法が全く違うので注意が必要だ。日本において中国生態という民間療法が行う技法の多くは、 水田の一部の専門手法を用いた水田式生体療法といえる。しばしば中国生態は日本でいうあんまと誤解されるが、それはあんまが水田の技法に一番近いことも関連する。現在では数は少ないが水田専門の教育機関も存在している。水には手を一方向へ押し進めるという意味があり、ダにはその押し進めた手で掴み上げるという意味がある。 中国医学では、その理論に基づいて、軽楽や筋肉、関節などに、様々な主義、後のあんまの基本主義と同一のものも多いを用いて、疾病の予防、治療を行っており、新級と並んで、水田科として治療をしている病院も多い。また、中国には、法的にも水出師、水田医師という資格がある。日本では年、昭和年に、 アンママツサージ施圧史、ハリシ、旧止、柔道制服師等に関する法律が成立して、免許制度がスタートした。1964年、昭和39年には、施圧が追加され、アンママツサージ施圧史、ハリシ、旧止、柔道制服師等に関する法律となった。1970年、昭和45年には、柔道制服師法が独立した法律となったため、 アンママッサージシアツシ、ハリシ、休止等に関する法律となった。同法は1988年、昭和63年に大幅改正され知事認可免許から大臣認可免許に変更された。日本ではアンママッサージシアツシ、ハリシ、休止等に関する法律、昭和22年12月20日交付においてアンママッサージシアツシ免許もしくは医師免許、ともに 国家資格がなければ、あんまを合して行うことができない。しかし、あんまの主義定義が法的に明文化されておらず、また、異業類似行為においては患者に害のある行為だと立証されない限り、職業選択の自由の観点から法的に禁止庫ないとの最高裁判断もあり、国家資格でない各市民官僚法は禁止の対象とならない。なお、最高裁判決は、 医療類似行為に関する判断であり、あんま、マッサージ、指圧については判断しておらず、無免許でそれらの行為を行えば健康に害を及ぼす、恐れの有無に関わらず違法になるは、三35年3月30日発、第247号の一角都道府県知事宛厚生省医務局長通知。上記の案件には、国会でも、たびたび、法改正の質疑応答がなされている。 なお法的には、従来通り安間と表記して、無資格者が暗間を行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保険所への取締り強化を指示している。これは、国家資格保持者と民間資格保持者や無資格者を混同せぬよう、また、史実行為を広告で明示することで世間の混乱を抑える役目が期待されている。戦中までの文楽作品には、杖、 黒眼鏡、あんま笛の三点セットを身につけて、街を流して歩く、視覚障害者である盲人のあんまさんの姿がよく見られる。最近のものでは、文芸春秋のエンターテインメント系文芸誌、オール読み物2007年1月号に掲載された、佐藤愛子の、離れの人という短編小説に、口に入るもんなら、あんまの笛でもええという表がある。かつては、 アンマという言葉が視覚障害者の盲人を指す際に使われることがあった。そのため実際には自宅などでアンマをしていても看板や広告にはマッサージと表記する人が多い。またアンマという言葉自体も放送禁止用語を扱いされており3つで500円最上ロックのように 歌詞にあんまという言葉が含まれていることが理となって、民放連の要注意歌謡曲指定制度における要注意歌謡曲となり、事実上、テレビラジオでのオンエアが不可能になった曲も存在する。番付回力士が上位力士の稽古相手をすること、実力が違いすぎて、回力士との稽古は体をほぐす、あんまのようなものという意味からこの相撲用語が成り立っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。